で、まだレベルの方が上げきれてないんですけども、もうステータスがね、もう、鬼畜ですね、もう。うん。で、もともとアタッカーなんですけども、やっぱりゴドツ、いきなり喋ってる。はい、どうみさこんにちは、たようです。今日もパラロスやっていきたいなと思います。どうですかね、皆さん、イベントクエストの方は進んでますでしょうか。自分の方はですね、なんとか期間内にね、山地ごとつすることができました。でですね、やっぱりごとつしたキャラクターのステータスやばいですね。で、ちなみにですね、まあ、この動画、まあ、撮る前までっていうか、まあ、前回からちょっと若干ね、まあ、日にち空いてるんですけども、まあ、その間にね、四方院夜市さんと石田ウリュウさん、石田ウリュウさんってなんだウリュウですね。そちらの方をゲットしました。はい。でですね、ごとつした山爺がこちらになってます。で、まだレベルの方が上げきれてないんですけども、もうステータスがね、もう、鬼畜ですね、もう。で、もともとアタッカーなんですけども、やっぱりごとつ、いきなり喋ってる。ごとつしたキャラクターってことで、まあ、体力がもう7000近いですね。まあ、60まで上がったらもしかしたら7000超えてくるかなっていうところで、攻撃力も、まあ、2000はいくんじゃないかなっていうところ。あと防御力に関しては、まあ、現段階で、まあ、プラスはついてますけども、まあ、600を超えてるような、状況ですね。まあ、速度はね、まあ、そこまで速くないかもしれないんですけども、で、なんで防御力もね、これだけあると、さあ、そうですね。めっちゃ喋るじゃん。なんで、前衛に置いといても、まあ、そう簡単にはね、潰れないですね。で、まだこちらのね、やつが上げられてないのと、で、星6のね、状態まで上げてるんですが、まだ、霊玉あちらが足りなくて、まだ上げれてない状況になってます。で、最大体力も上げてるんで、で、まあ、最近ね、もう、まあ、5凸した方とか、まあ、3凸、4凸の方とか結構磨けるんですけども、まあ、やっぱりね、ごとつまで上がっちゃうと、なんで対戦相手にごとつの方とかいると、まあ、なんか本当にね、早めに技出した方が勝ちみたいなところありますので、いや、本当にね、強いですね、山爺。で、アイゼンの方は全然ね、手をつけれてないんですけども、ただね、このごとつ、本当に時間がね、まあ、かかるっていうのと、まあ、時間と、まあ、石がね、どうしても、ちょっと待って、喋らないで、邪魔じ。どうしてもね、まあ、時間と、まあ、周回回数、そして石をね、削らないと多分期間内には終わらないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、死神代行とか、舞踏大会、まあ、舞踏会か、まあ、そちらの、まあ、ミッション報酬で、もらえるスタミナとか、もしくはショップで交換したスタミナとかで、もうなんとかなるかもしれないですけども、まあ、自分のやった感じだと、まあ、石削りながら、もう回復しまくって回らないと間に合いそうにないですね。で、以前も話したんですけども、ごとつまで2400体、欲しくなっちゃいますので、まあ、2400体集めるっていうのもね、まあ、なかなか手間なんですけども、まあ、自分は初イベントといったところと、まあ、パーティーのね、まあ、底上げにもなるので、今回山地をごとつしました。で、ごとつしたといったところで、まあ、そうですね、まあ、どのぐらい強いのかと、言ったところで、舞踏会の方に行ってみようかなと思います。ちょうど山地もいるので、ここら辺で行ってみましょうか。
きましたね。まあここでどうなるかですね。パーティーのメンバー的には、うん、浦原さんがいるんでディフェンスも入ってますね。うん、この火力ですよもう2000とか食らえますからね。月がテンションちょっとやばい。うん、あーそれ食らっちゃうか。あーきついな。山地生き残ってほしいな。お、生き残った山地。いや、ここで山地撃っときたいな。ちょっとこれきついぞ。山地頑張れ。来た、これですよ。これがやばい、本当に。いきますよ。ドードードー。何か言い残しておくことはあるかの。はい、はい、まあ、てなところでこの山地ですね、まあ、例えばさっきのね、まあ、戦況を見てもらえば分かるんですけども、まあね、あともうちょっとでこっちやばい状態だったんですけども、もう山地のね、もうひたすら一発でもう逆転できると、まあ、言ったもうキャラクターになってきてますね。まあ、アイゼンももう5突までいけんのかな、アイゼンって。うん、まあ、限界突破して、あとは、そうですね、残白刀全部解放すれば、まあ、星5、星6のキャラクターに並ぶぐらいね、まあ、ステータス上がってくると思うんですけども、まあ、やはり山地ね、まあ、星6まで上がっ、まあ、今現在上がってるんですけども、ただね、残白刀解放しきれてない状態でこの火力と、言ったところですので、なので、例えばね、舞踏会とかで、まあ、山地が最後1体だけ残っちゃいました。で、絶対的ピンチな状況でも、山地がね、瞬砲撃を放てれば、一発逆転があると、言ったところですね。はい。まあ、てなわけですね。今回、こと山地の火力がちょっとやばすぎるといったところで、この辺でね、終わりにしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。